カットラースはアメリカ海軍の潜水艦、天地級潜水艦の一隻。艦名はアメリカ及び西インド諸島に生息するタチウオ科の総称にちなむ。タチウオ黒タチモドキカットラスは1944年7月10日にメイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。11月5日に RE ・キントナー夫人によって命名され。 1945年3月17日に艦長ハーバートエルジュークス中佐の指揮下収益する。4月25日にニューハンプシャー州ポーツマスを出港したカットラスは7月15日に真珠湾に到着。ついで7月17日にミッドウェイ島に向けて出港し、7月21日に到着した。8月9日、カットラスは最初の紹介で、 島列島方面に向かった8月10日、カットラスは日本が講和を求めているというニュースを受信。カットラスは8月16日に担当海域に到着したが、これは日本降伏の翌日であった。同海域での監視を8月24日まで継続し、8月27日にミッドウェイ島に寄港。8月31日、 カットラスは22日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。カットラスは9月2日に、ニューヨークに向けて出港し、9月24日に到着。海軍記念日には見学者を受け入れた。その後東海岸を巡航し、1946年1月8日に、パナマ運河地帯に向けて出港する。デラウェア湾での3ヶ月間の作戦活動を除いて、カットラスは、 パナマ運河地帯のクリストバルを拠点としてカリブ海で活動した。1947年8月23日から10月2日まで南アメリカ沿岸を南下し、ホーン岬を回ってチリのバルパライソを訪問し、その後マゼライ海峡を通って南米の東海岸に帰還した。カットラスは1948年1月6日にパナマ運河地帯を出港し、 フロリダ州キーウェストでの作戦活動に従事する。その後3月にフィラデルフィア海軍造船所に入居し、オーバーホールと近代化が行われた。1949年2月7日にキーウェストに到着し、カットラースは長時間潜航が可能となった潜水艦内の居住適性を改善するための艦内の色彩設計を評価するレインボー作戦の テストベッドとして作戦に参加した。その後も1952年までキーウェストを拠点して活動し、その年の夏に母校がバージニア州ノーフォークへ変更された。1953年、カットラースは地中海の巡航を行い、フランス、ギリシア、トルコ、北、アフリカ、ジブラルタル、マルタ及びスペインを訪問した。その後キューバ海域へ向かい、 駆逐艦及び航空機による対潜水艦船訓練での標的艦として訓練に参加した。1956年9月まで沿岸での作戦活動、カリブ海での艦隊演習及び対潜水艦船訓練に従事し、続いて地中海へ展開、第6艦隊の一艦として NATO 軍との共同演習に参加した。カットラースはイタリア、ギリシア、クレタ、 マヨルカ島、ポルトガル及びイギリスを訪問し、12月にノーホークに帰還した。1958年には北ヨーロッパに赴き、スコットランドのロサイス、デンマークのコペンハーゲン及びコアセルを訪問し、キール運河を通過した。1959年の前半にはアルファ任務部隊に参加し、バージニア岬での対戦水管線研究開発の支援を行う。 9月には地中海に展開した。11月、スエズ運河を通過しカラチの沖合でパキスタン海軍との合同演習を行った。12月にノーフォークに帰還し、その後もアルファ任務部隊との活動を継続した。1960年2月にフィラデルフィア海軍造船所に入居し、オーバーホール作業は8月まで行われた。 カットラスは1973年4月15日に退役し、同日除籍された。カットラスは1973年12月4日に台湾に売却され、台湾海軍では海市の官名で収益した。2014年に報道陣に内部が公開された。この時点で、耐圧核の歪みと金属疲労のため水深20メートルまでしか潜水できないとされている。 2020年11月の時点で、海市は収益中である。ありがとうございます。